はい、皆さんおはようございます。七人チャンネルです。はい、今回からはですね、日球ドームのこちらのね、竹フレーム 3V で、3本、長さが3種類のパックを、長い方のね、2本、こちら補強部材、ちょっと常設にするので要所要所にね、こちらの補強部材も入れながら竹のねフレームを組んでいくと、切るためのね、ジグ、こういったね、ものを作って、もうすでにね、セットしてあります。はい、これを使ってね、作業をやっていきたいと思います。まずね、一番長いやつからやっていこうと思います。今度はですね、はい、こちらね、今このね、先の部分をこういった感じでね、尖った状態に切ったんですけども、次はね、これこちらのね、この部分のね、くぼんでるところをね、トリマーの方で削っていきたいと思います。はい、こんな感じでね、削ることができました。このままね、作業を続けていきたいと思います。昨日はですね、こちらのね、ここの加工をしたんですけれども、今日はこれと、あとこのね、端っこをね、加工してないこいつ、これを使ってですね、こちらのね、補強したフレームの方を加工していきます。こちらのね、補強部材もね、このようにね、中の部材と、あとこちらのね、青の部材と、この2種類がありますので、この2種類をね、やっていこうと思います。ということで、早速作業をやっていきたいと思います。感じで、ですね、こんな感じで、マーキングしたんですけど、こちらの方にね、こっちでポンチで、穴をね、開けやすいようにね、こんな感じで塗っていきます。はい、次はですね、ワッシャーがこうすっぽりはまるようなね、ちょっと大きめの彫り込みをしたいと思います。はい、こんな感じですね。そんなね、深く開ける必要はないので、ちょっとね、1ミリぐらいですかね。で、ここにこういった感じでね、ワッシャーがこういった感じでね、はまってくると。次はね、この2本をね、貫くように、ボルトを刺すためのね、穴を開けていきたいと思います。もう2本一緒に開けていこうと思います。感じで貫通してますね。
でね、両方ともね、はい、ね、穴が開きましたね。はい、じゃあね、この作業をやっていきたいと思います。フレームのエッジの部分のね、あとこのね、石のところ尖ってるので、こちらを研磨して安全なように作業をねやっていきたいと思います。このね、ベルトサンダーを使って作業していきます。はい、というわけでね、早速作業をやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。見えますかね。だいぶね、このね、エッジのこのとんがりのね、いいところでね、丸みが出てるのが分かるでしょうか。石のところもこのね、尖っているところが内側のようにね、なくなって、はい、ここがね、天幕に引っかかったりして位置が破れたりするので、このとんがりをね取ることで天幕に引っかかりにくくなると、はい、そういうね作業です。こちらのね、はい、竹用保護材、竹ガード、ね、こちらをこのね、研磨した竹の方に、ね、塗っていきたいと思います。これ塗るとね、防カビ、防腐、そういった効果があるので、これをね、塗って、まあ、2回塗るんですけど、で、今日はね、こちらの方の塗装の作業をしていきたいと思います。塗る前にちょっとね、こんな感じですね。透明というか、まあ、ちょっとね、キツネ色みたいな色味がついてるんですけど、はい、こういったね、塗装をねやっていきたいと思います。次はですね、補強部材のね、これをね、1つにするという作業をしていくんだけど、早速ね、やっていきたいと思います。はい、まあね、ここにね、1、ここにも1書いてあるんですけど、これとこれが同じ向きになるようにして、まあね、はい、ネジを入れました。で、ワッシャーを入れて、ワッシャーがね、ここに入るようにここでね、削り込んであります。ワッシャーを入れて、で、今度はその後にスプリングワッシャー、そしてナットをね、締めていきます。はい、こんな感じでね、2本の竹が1本のね、竹のフレームになりました。1本の竹でやると、こんな感じでね、切れなくなるのが曲がりにくくなる、こういったね、補強部材を作っていこうと思います。
レームね。こちらが中の方、こちらがね台の方、これでね竹フレームの方が、全部終わりましたということでね、今回もご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。